皆さんこんにちは。あなたのくれくれクールがマリオメーカー実況、今日もやっていきたいと思います。今回最初のコースはナミさん、君は守られている、 You are protected。 クリア率 53%、 難易度は結構優しめですね。ベストクリアタイム19秒。こちらのコースを遊んでいきたいと思います。私はみんなに守られております。なんじゃこりゃ。行くよ、せー、あ、のこのこ邪魔、早く行って、行くよ、せー、おーい、なんじゃい。高迷さんステージだった。あれ、待って待って、これ、おい、面白い。積んだかと思ったのに、積んでない。スーパーマリオメーカー、いいね。これはこのまま進んでいっていいのかな。ハンマーには当たらないんだ。ここにいても大丈夫、すげー、これもきっと大丈夫。いやーすげー、これも大丈夫、やった。さて、1アップ、さあどこ入ろう。よし、ここはね、まあ正々堂々と真ん中行きましょう。大丈夫、当たりは2つあったのかな。おー、なんじゃ。さあ、他の意味ももしかして何かあるんじゃないの。大丈夫、登っていって中間が右側にあるね。なんだなんだ、中間取ってピンスイッチをしてどっか行くのかと思ったら、もう土管の上にゴールがあったやないかーい。畜生め、騙された。いやー、こうやって気持ちよく騙されるの面白いですね。すごい面白いコースでした。簡単なんだけど、やっててすっごい楽しいですよ。君は守られている、 You are protected。 特に積んだかと見せて、しゃがんでいけるようになってるところ、あそことかすごかったですね。では次のコース遊んでいくで。はい、お次はこちらのコース遊んでみたいと思います。最強生物カイ、エトさんでいいのかな。クリア率は 5% をちょっと切ってるぐらいですね。クリアタイムは18秒。遊んでみましょう。まだ何かを合成して最強生物を作っているコース、これは何だろう、壊してもらった方がいいのかな、それとも何か他の方法があるのかな。土管には入れないと。ベストクリアタイム何秒だったっけ、忘れちゃった。上も壊してみようかな。はい、これ抜けられるのかな。このままだと自分の動くスペースがなくなっていっちゃうんだけども、ここです、ここです。ある程度壊してもらったら早めに行った方がいいね、これね。このノコノコが意外と邪魔くさい。もしかして下の道を壊される前にノコノコでどんどん右側に掘り進んでいけとか、そういうことだったりする。危ねえ。今のはやられたかと思った。こっちこっち、あ、しまった。ここらへん、ゴールどこよ。よし、じゃあさっきの作戦でいくよ。うわ、怖い。なになにこれ、左側に穴が開いてるっていうか、いけるようになってるっぽい。あ、もうちょっと壊して、もうちょっとこの辺、この辺壊してくれ。ノコノコ持ってくればよかった。下の方にノコノコ1匹いるけど、そっちじゃないんだよ。ここら辺、うわー、当たる。おやった、抜けてきた今の。おお、これでゴールかな。ランランルー、イエーイ。あ、てっぺん掴もうと思ったらいつの間にかゴールしちゃってた。畜生め、今回もゴールで畜生めって言っちゃった。いやー、これ右側から抜けていくんじゃなくて、左側の隙間に早めに気がついてよかったですね。最強生物界エトさんのコースありがとうございました。それでは次のコース遊んでいくで。お次はこちらのコース、作ってて自分でも意味がわからなくなったコース、真冬さん。クリア率 7.5% なんで、そこまで難しくはないのかな。ベストクリアタイム19秒。遊んでみましょう。自分でも訳が分からなくなるということは、他の人はもっと訳が分からない。くるくるクーリーにかかればでも一発クリアで楽勝。下の扉は怪しいけど、入らない方が良さそう。多分この辺の扉に繋がってたんじゃないのかな。
感じ。これ叩くよ、信じるよ。叩いた。おお、ニョキ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 。これ叩いても良さそうな気がする、叩くというか踏んでも良さそうな気がするんですよね、ピースイッチ。とりあえず上登ってみるかな。扉は全部スルー。大ジャンプ。くるく、あ、通り過ぎた。イエーイ。ありがとうございました。次のコース遊んでいきましょう。特に感想言った方がいいかな。そうだね。正規のルートが分からなかったんで、わけが分からなくなりました。何を言ってるんだ。次行こう。お次はこちらのコース、クッパの全勢力での逆襲。ハヤトさん、クリア率は 10%、 ベストクリアタイム38秒。まあね、クッパや七光がいくらかかってこようが私の敵ではございません。キノコ、あ、すげえ、アイテムいっぱいもらえるんだ。どれにしようかな。ここはファイヤーで行ってみましょうか。クッパと戦うんだったら、あ、まあでも、どっちが良かったかな。いいか、とりあえずファイヤーで行ってみましょう。上に10ゲームがいらっしゃる。これはあれか、敵を全て使ったコースみたいな感じ。それ系苦手なんだよね。あー、今の踏めたな、もったいない。ここら辺、アイテム補充あるんじゃないの。イエース、いいんじゃない、いいんじゃない。で、邪魔な、お前は、ここら辺で、バイバイだよ。この間、なんだっけ、やっぱり、敵を全部1回ずつ、1種類ずつ使ったコースっていうのをやったんですけど、あのコースは結構難しかった。でもこのコースは早めにクッパクラウンに乗れてしまうので、ツルはできそうね。あー、くるくるクールの前にクッパクラウンなんて置いたらズルされてしまうに決まってるじゃないですか。というわけでゴール。いや、動画的にいいのかわからないコースが2つ続いてしまった。いや、くるくるクールのプレイの仕方が悪いんだけどね。それでは次のコース遊んでいきたいと思います。クッパの全勢力での逆襲。ハヤトさん、ありがとうございました。はい、今日のラストはこのコースを遊んで終わりにしましょう。ボーザーズキャッスル。クッパ城でもサムネが水中イライラ棒的な。ベストクリアタイム2分、クリア率も 3% 台。最後を飾りにふさわしい難易度のコースになっているようです。入っていこう。違った、海じゃなかった。水中に繋がってるんだと思ったけど、戻っていけるのかな。戻っていってるけど何もなかったらちょっと悲しい。あ、旅館に入れた。お邪魔しましょう。海、強制スクロール。いいね、これスイミーみたいで。スイミーって皆さん知ってますか。小さな魚なんだけど、みんな集まれば大きな魚みたいに見えて、巨大な敵から身を守れるよっていうね、感動系のお話ですよ。あのスイミーってモデルは何でしたっけ。これ中通っていくのかな。陶芸像をかぶってるから大丈夫だと思うけど、まさかの、早い。時に当たるんじゃなくて、あ、潰れる。これってもしかして3年の中間のところ。中間。よし、中間、よっしゃー。何はともあれ中間取らないとここは抜けられない。いや、もうここゴリゴリし、あー、ゴリゴリできないやないかーい。スターかい。さっきこれ取れてればな。キノコ状態の大きいままスターで抜けられたのに。なんなんだ。次はあれもさ、っていうか早めに叩かないと取れない。あー、カメックいらっしゃる。ファイヤー、ダートカメック。水中でのカメックはちょっと戦いにくいですね。どこら辺に出てくる。よし、特になんか持っているわけではないのかよ。そろそろクッパさんとの戦いなんじゃないかな。なんだろう、一応叩いておくか。なんだよ、こっちはプロペラ。いや、でもこっちの方が強そう。クッパと戦うんだったらね。なんかさっきからプロペラと縁が薄いな。今日はこのクッパは鍵かなんか持ってるんじゃないの。まだわかんないけど、あ、持ってなさそうな気がしてきた。でもね、今日はこのコースで最後にするって決めたんだから、ちょっと戦ってあげようかね。うん、よいしょ。埋まってるのか、めんどくさいな。危ねえ。オッケー。あとは壁を壊してやればゴールかな。
いくぜ。3、2、1、くー、あ、外れた。いや、皆さん今何も見てないよ。3、2、1、くーでー、イエーイ。いいですか、さっきは何もなかったですからね、皆さん何も見てませんよ。いいですか、コメント欄に今のこと突っ込んで書いちゃダメですからね。わかりましたか。よし、何にもなく無事クリアすることができました。ボーザーズキャッスル、ありがとうございました。はい、そして今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録をしていっていただけると嬉しいです。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。